んちゃす。こんちゃす。こんちゃす。いよいよ始まりましたね。始まりました。第2回小物釣り部。あ、卵に引き続き小物釣りですね。ただね、今日の釣りさ、マジ激レア。激レアですか。多分ね、見よ人でやったことある人いないんじゃないっていうぐらい。僕もやったことないですね。聞いたこともなかったから、はい、でもなんかね、釣れるらしいっていう噂による勝手に、ね、見切り発車やけど、やってみようかと思います。なるほど、この雨の中呼ばれたんですけどね。めっちゃ雨やで、ほら、うん、ね、釣れそうやろ。ほらね、何釣るか、ね、いい川ですね、これやろ。でもね、目的の場所はこっちなんですよ。あ、目的ここじゃないですよ。ちょっと待ってもらっていいですか、はい、あの、懐かしすぎて知らない方いると思うんですけど、普通にいいんじゃない、普通にいいんじゃない。紹介しなくて大丈夫ですか。爆長の永田くんです。爆長の長田です。永田です。お久しぶりです。スチーコム TV 時代から出ていた永田さんですが、釣り論だって初登場やな。初登場ですね。ちょろっと出た、ちょろっと見切り出た。ということで、この、ね、ベテランお二人の力を使ってですね、このクソ雨の中、はい、どうか、はい、今日の釣り場ここ。え、これこれ予想以上にこれただの溝ですよ、多分。溝だけど、超スタミナ食材がここにおるらしいっちゃ。なんでしょうか。なんでしょうって。土壌。土壌多分釣れる。釣れんやったら、はい、作ってもらうけ。最悪土壌すくいっす。今回、はい、まあ、この土壌取りのためにですね、木南さん考案の、はい、こちら、はい、水中カメラも持ってきたんで水中カメラ、GoPro がですね、鴨の絵にすごい加工してます。加工されております。次よ、今日の餌は、今日の餌何ですか。ちょっと2種類用意したんやけど、はい、何すかそれ。これミミズ、ちょっと白い粉ついてるミミズ。白い粉。あとこれ、ね、刺し虫。いろは初登場、刺し虫。紅刺し。出ましたよ。あ、ワカサギ釣り時出たかな。ワカサギ釣り出ましたよ。これを、ちょっとでかいんで。切る。ワカサギの時も一瞬やろうけど、切る。ちょっと切る。うわー、刺し虫切られちゃった。で、タックル紹介お願いします。タックルは前回タナゴ釣りの時使ったやつをこのまま使ってます。タナゴ釣り仕掛けに浮き外しただけです。浮きがないですね、浮きない、目印だけで紅刺しついてます、はい、で、やつら見えてるんで。見えてるんですか。見えてるんで、まず探します。協力よろしくお願いします。はい、おった。早っ。おったよ。これ見える。これちょっと、あれマジで。2匹よ、2匹よ。あ、それやっぱり、うん、これじゃあ GoPro で9個。これがなんかこう、あ、本当だ、土壌だ。レアカラー。え、こんな普通にいるの。へえ、意外とあっさりいるんですね。たまたまね、なんかね、うん、2人でね、最近タナゴ釣りハマっとって、タナゴ探しよったら、うん、おった。お願いします。もうね、この見て、これこの皆さん、これなんすか、なんすか。スマホで見ながら、あんま近づけすぎ、三軒水中に、水中にカポって入れとこう。あ、ね、近づけすぎなんで。見て、ここで見ながら、この最新の技術を使って土壌を釣るっていう。あっちに逃げた。あっちに逃げた。そっちにもおる。これこれ。あ、こいつか。こいつ、そいつ。一応見えてないですよ。あんま近づけないの、これ。それ近づけすぎ。どれどれ。あ、逃げたよ。行こうか。これ行くばい、これ。こいつ。ちょっと待ってくださいね。これでタナゴ、タナゴの時も、タナゴって、あ、取った、分かりました、分かりました。行くよ、せーの、行くよ、永田くんも、いい、みんな、いいよ、みんなの力を合わせるよ、行くよ、はい、刺し虫、行ってこーい。投入。あ、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 食べた、食べた、食べた。え、あっさり、行くよ、あっさり食った、あっさり食った、はい、はい、あ、食った、食べた、食べた。行くよ、はい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 、見てこれ、土壌。かわいいね、何センチかな、これ何センチぐらい。お、やっぱ6センチ、7センチぐらいですね。やっぱそっちが好き。そっちが好きです。いや、お見事っすね。へぇ、いるんすね。ていうか、こんなあっさりっていうか、見えるんすね。そしたら次、永田くん釣ろうか。ふぃー。ああ。え、次は、ちょっと待ってね。餌なくなっとったよ、これ。先生、
肩から見たら怪しい人。超面白くないこれ。嬉しそう。あ、ソキ王じゃないですか。あ、ソキ2匹おる、ほら。よくよ。そこに。ああ、よかね。よかね。よかと思う。3匹おるやん。長田プロどこ行きますそれ。なんで？どこでいつも餌なくなるの？は？長田プロなんか一人で餌取られてます。そう、空中で餌取られてます。こっちが横？こっちが横かな？どっちでもかしら。手前のその白かゴミの横のとこ横。こいつですね。あ、こいつね。行きます。はい、どうぞ。お願いします。行きます。来たよ、来たよ。餌だぞ。あれ、逃げた？何？食った？いや、食ってないっす。おおおお。ちびちび食いだね。食ってます？あ、どこ行った、どこ行った。違う、なんか、おもりが食べる。ああ、いたいたいた。いたいたいた。もともとしようなんそれ。あ、プイってした。なんで？じゃあこっちで。そっちおる？そっちおる。気づかんとか？それ、永田くんの餌嫌われてないですか？あ、気づ、もうちょっと、もうちょい、もうちょい、もうちょい。あ、餌だ。餌だ。ああ、どっかプイされた。いる？なんでよ。あ、そう、待っとったがいいじゃないですか、それ。待っとけ、ほら。あ、ほら、他のやつの方が近づいてきたよ。あ、食べよ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 。あ、ダメだ。なんだそれ。食えし。いけるか、いけるか。お、あ、もごもごしよる、もごもごしよる。もごもごしよる。もご、でも針の感じが悪いぞ。あれ、お、お、これ。あんまり動きたくないんだな、こいつ。来たね。お、来た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 。来た。でもね、もぐもぐしない今。なんで？あ、外れたよ。嘘だろ。食えよ。あれ、餌取れたんじゃないそれ。取れた。さっきはオッケーだですね。こことそれ多分上がね。こことこういうのあっけね。こういうのね、邪魔かもね。こいつかかりそうじゃない？ちょっと大きいよ。よかね。うん。行きます。はいはい、いいよ。お、お、いい感じ、いい感じ。おもり、あ、逃げた。あ、真ん中いた、真ん中いた。あ、逃げた。なんで？キラッタ、キラッタ、キラッタ。あ、押すね、押すね。あいつですね。あ、押し押し。あ、来た来た来た。おお。なんだ？入れ食い。入れ食い、入れ食い、入れ食い。来た来た来た。あ、外した。いいんじゃない？はい。あ、食った、食ったんじゃないの？あ、外した。どのタイミングで押すとこれ。タイミングの分からんこれ。キナ賛成。賛成ってな。キナ賛成。弱賛成みたいな。あ、いや、あ、いや。ちょっと待って、結構難しいパターンだなこれ。引っかかるようですね、上に、上の草に引っかかるようです。ちょっと、はい、これこれ、あれ、あー、青ですね。ちょっと起きたよ。どうだろう、あ、これこいつか。そろそろ先生の意地を見せる。ちょっと待ってね、絡まっと。お、いいとこ行きようと思うけどな。あれ、食えよ。もう口元まで一気に、うん、あ、当たってるのに、こいつ無の境地だな、やっぱり。あ、ちょっと行きそうなやつ寝とんじゃないと。このさ、体の上に乗って。あ、もう完璧完璧。寝とる寝とる。いかんて。乗っとんもんだって。ダメ。たまに。次行きましょう、次。次行こう。お休み。どうしたの？この延長線上、サウンド線上。あれ？向こうが対岸。あいつね、なんかやらぎ、なんかやる気満々のフォルムしとくけん、やりたい。おお、来た来た来た。やる気満々。あ、来た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 。あー、落ちた。あげないけど。釣れ針だから、早く抜き上げんとバレるよ。なるほど。スピードの問題でした。ちょっとね、臆病になったもんね。あれだけ失敗しちゃったらね。そうよ。ね、大胆にいけんけどなるもんね。そうくん分かってくれよ。同じタイプ。同じタイプ。なかなか前すぎ出てきたね。草のいっぱいあっちゃうんだ。あそこね、いいのおるんですよね。なんか、はい、いいとこ行った、いいとこ行った。絶対いいとこ行った。これ。うわ、なんか違うやつ出てきたよ、なんか。え？何あれ？うわ、これ何？うん、これ。あ、なんか、あ、あ、どんこ？あ、どんこや。どんこだ。どんこちっちゃい。どんこでいいや、もう。もうって言うた。よっしゃ、どんこだ。なんか映像ではめちゃくちゃ大きく見えましたけど、めちゃくちゃかったですね。どんこ釣った。よし、向こう、とりあえずよし、観察キットに行こう。よし、キットに行こう。観察キットに。何がよかわからんけど、よし。あ、ずんぐりむっくりしとんね。
観察キット。うわ、なんか頭大きい。やったー、やったー、ポンコちゃん。約5センチ。でもなんか頭大きい ね。映像で見るとすごく大きく見えるんですよ、これ。あのさっきアップでやってたんですけど。迫力あるけんね。迫力ありましたけどね。まあ、今回。とりあえず、フィッションということ。フィッションですね。フィッション。土壌はフィッシュオフ。さあ、僕の探きます？それださ、でかいやつがさ、どこかおったっちゃけど、手前側におったよね。あそこに1匹いるんすよね。あ、土壌か。あれでいい、僕。いや、まあ、でかかつ探そう。さあ、大きいやつを探す旅に行っています。あそこに1匹おるけど、ちっちゃいもんね。え、おったよね。おったですけどね。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待ってて、そうなの、その、フライングゲットやめてください。だけど、ったままだった。やった。お、とりあえず釣れたらしいです。来た。おっそりー。ちょっと待って、ごめんごめん、ピントが合ってなかった。やった、正解、正解、入りも入りも、やった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 、イエーイ。スン君のが一番でかい。マジでマジで、やっとね。いやどうだい、ほら8センチ級ぐらい。お、7センチ5ミリ。やったー。いや8センチ。いやこう、美味しそう。食えるかな。わからん、わからん。水中、あ、行きますか。いいよ。そこらへん、ポール。いや、あ、いいよ、ほら。あ、一匹おるやん。でかい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 。でかいやん、めっちゃでかいやん。いや、今日一枚、今日一、今日絶対す、絶対今日一。そうそうそう、絶対今日一。プレッシャーかけていけばい。ほら来た。あ、もっと食わせろ、もっと食わせろ。あ、やー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 でかー。あ、足、足。観察キット入れよ、それ。全部入れよっか。これやん、これやん。全部入れちゃうの。全部入れと。釣れた、釣れた。いやー、めっちゃいいやん。美味しいとこな。やったね。大量でしょう。すごい。このこれですよ、この小さな小川で。小川この時まだ多分 いるんですけど、とりあえずこれしこ釣れましたね。正直騙されたと思ってきました。雨降ってたし。やんだね。やったやん。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、なんかその俺たちちょっと気が合うみたいなアピールなんすか。じゃあ中田くん、最後に今日の土壌釣りどうでしたか。爆笑です。多分2匹くらいしか釣ってるとか。じゃあ帰りましょうか。はい、あ、疲れ様でした。お疲れ様でーす。疲れ様です。タモよりでかいぞ。やつはタモよりで、あ、どういった、どういった。もう、もういないっすね。こっちがいいやん、こっちがでかいやん。前か、後ろから今日。お前、入った入った入った。でかいのに、犬じゃなかった。ほら、これ最強クラスやろ。やった、何回最近来た、何回来た。でも釣ってないっていう。何回来た。あ、でかでかでか、明らかにでか、倍ある倍。でか、これ食えるやん。いや、全部食いましょうよ。オッケー、やりました。体張ったぜ、土壌を救いしたぜ。結局こいつ釣れやったね。釣れやったね。プイってされたもんね。プイってされたもんね。こういう、じゃあこの土壌を救いしてみたいなと思ったら評価よろしくお願いします。土壌を救いでした。こいつを食う。はい、あ、いいよ、びっくりするよね、それやね。おーおー、ちょっと待って待って、それやね。めっちゃか。閉じる。閉じてますでしょ。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。
時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。